そこまでして僕よりやりたいと思わない。いや、自分なんかね、ワンチャンなんかこう、どうかな。タンブラーさん、白い猫さんありがとうございまありす。がとうございました。一応こう、カセルさん、これでね、まあ一応こう、クリアマークつけたっていうぐらいの認識になっちゃうかもしれませんけど、DLC っていうか、そのアップデートの一番難しいやつまで、これで全部なんで。うちは僕より行きたくない。もっとライトに遊べるくらいでちょうどいいもそうの。ね。これなんかちょっともったいないなと思うな。なんか改めてやってみたんですけど、まあなんか仮になんか、まあ自分もまあそこそこそれに近いですけど、装備ほとんどこう揃っちゃってですよ。まあ例えばなんかこう装備まだ揃ってないと、どうしても視界制覇とか回さなくちゃいけないとかってあると思うんだけど、それなんか終わっちゃったの、なんか怨恨としては別にまあ、一つの選択肢であると思うんですけど、ちゃんと3人揃えばね。家政婦さん、ありがとうございました。なんかこう、継続してできないのがなんかショックだなと思って。やっぱクり。リアできただけでも嬉しいです。よかった。なんとかクリアマークだけつけられたのよかったですよ。それがなん視かちょっ界とショッ制覇クでだね。口直ししてもいいのでは。あ、どうしますか？他のミッション。とりあえず一応クリアマークつけるみたいな、そういう作業は。いけたんで。僕夜はいかに生き延びるかだと思うんですよね。バフ切れちゃうもんね、やっぱね。結局なんかこう。いつもそこだけ意識してますわ。いや、まあ、そうなんですけど、あれじゃないか、やっぱり。バフ切れちゃうよね。僕夜じゃないとつながらないコンボがたくさんあるから、自分は僕夜ぐらいでしか遊べない。あ、そうなんだ。ハルキさんとかいこや、れでよくも、ソロでクリアできましたね。本当だね。いや、多分、ねむねむさんとか多分、もうその域でやってるから、前から思ってましたけど、多分もうバフアイテムとか一切使わないぐらいの領域でやってますよね、きっと。わかんないですよ。多分そうですよね。なんか、それぐらいのなんかこう、人まで行かないと、平常運転で回せないので、やっぱりなんかちょっとも、そういう意味でもなんか、まあ僕自身はなんか極夜別にどうかっていうのはともかくとして、ちょっともったいないなと思うんですよね。やれる人少なすぎてね、極夜を。バフないと回せないぐらいの方だと、極夜一回やっちゃうとね、7個も8個もバフアイテム使っちゃうじゃないですか。そうするとなんかこう、もう全然回んなくなっちゃうから、極夜をこう、そこそこなんかこう、やって楽しめるぐらいの領域に行こうとすると、あれだよね、なんとか辛くもクリアできるぐらいじゃなくて、マジでこう、もう、そういうなんかバフアイテムとかの無しの縛りでもなんか余裕でいけちゃうぐらいの、その領域まで行かないと、極夜、なんかいけないじゃないですか、こう、平常回しとしてね。平常運転としてませんね。たまになんか別に自分をやってもいいなと思うんだけど、バフなしで回さなくちゃいけないからね。そうだね、そうでしょ？そこなんか結構長もっいたコないンなボと思うやんだるよ方はね。僕よりになっちゃうんですよね。僕よるマルチ基本募集してますけど、毎回同じメンツばっかりしか来ないですでしね。ょうね。ですよこね。の前に野良部屋で後出しで僕よりにされた部屋に入った時は、セットと回避で生き残るくらいしかできなかった。なんかさ、僕なんか結構そこはなんかもったいないなと家思っ政て婦て。さん、二度とやれる気がしないです。本当になんかこう、多分に日本有数のというか、ごく一部のプレイヤー層しかやっぱり極夜を、なんていうかな、一回クリアマークつけるぐらいは今やったみたいでできると思うんですよ。いろんなこう、アイテムガンガンぶっ破していけばですよ。まあ、そこそこのなんかこう、慣れてる人とか、ちょっと集まれば、なんとかこう、何回かに一回クリアできるとか、そういう感じはできるじゃないですか。けど、あれだよソロの断ね。りでもきついんですよ。PC やられちゃうから。そうそうだ。僕、普段回しできないぐらい、できない、ちょっとあれだと思うんだよな。やっぱり。最初の倒幕の3人からきつかったですもん。あ、NP、結ソロも果的ね、にカンソロみたいになる。なりますよね。大体ね。報酬なくてもなんか、もうちょっとなんかそこら辺がこう、幅があればね、多分極夜やる人も、
もう少し増えると思うんだけどね。完全になんか、こう、アイテム回復薬ぐらいしか使いませんぐらいの領域で極夜を回せるぐらいの人しかなんかこう、極夜普段回しできないもんね。PC は日下さんに燃やされたから、うちおはキャリーしてもらった口だな。それがあるんだよね。例えばなんかこう、うちのチャンネルだったら、視聴者層でこう、白いお父猫さん様とはたまか、に徒党がサボりますからね。春樹さんとかそれぐらい、まあ、違う、ご自身がやりたいかどうかっていうのが、モチベーションは別としてですよ。実力としては、やろうと思えばできるじゃないですか。で、別に僕もなんかこう、アイテムとか全部こう、駆使前提だったら別にやろうと思えばできるんで、まあ、少し、なんていうかな、こう、スリルあるやつやろうと思ったりとかしたら、別に極夜やってもいいはいいんですけど、普段回しができないんだよね、これね。っていうのがやっぱ引っかかるな、自分のはどうしても。徒党たまにマジでアホ。バフアイテム10個とか解けるじゃないですか、これ。一戦で。これだからよほど事故りね。まくったとかじゃない限りは、自分は確かに基本プレアの時にある丸薬は70ぐらいですね。だから僕よりできてない方はここでやるといいと思う。そうそうそう。だからあら、そ、徒党はこっちに帰ってこないでほしいですだからね。そういう方があね、ら。この配信利用してやってもらうのはいいと思うんで、別になんかこう、とりあえずクリアマークつけたいぐらいの方だったら、それの需要は目立つと思うんだけど、ねむねむさんみたいな感じでこう、領域で遊べる人が増えないのは、それはそれでも別になんかちょっと寂しそうだよね。やっぱり僕より住んでる人はすごいうん、な。本当にすごいと思う。なんか、このゲームのなんかその残念な補充システムのせいで、あれだよね、アイテムを縛ってやれる方しか極夜に生息できないんですよね。極夜に住むってことは、まあ、住むっていう表現が正しいかどうかわかんないけど、極夜普段回しするってことは、なんかあれだよね、もっと難しいプレイまで含めて極夜やらないと無理だもんね。だからそれはやっぱ人集まんないよね、極夜にね、どうしてもね。私も強い人にキャリーしてもらってから一度も僕よりやってないですね。うん。あら。あれ、浄化さんは、あれですか？極夜一応クリアはしたんですか？キャリーしてもらって。クリアマークつけたはつけた。なので、初見です。こんばんは。あ、はい、MSGR さんでいいかな？読み方ね。はい、ありがとう。初見ありがとうございます。繰り返しですけど、自分の配信ね、クリこうアいうの感じ、マークはつけましたね。あ、なるほどね。こういう感じのノリでやってるんで。まあ、とりあえず クリアしたい方はね、別に利用してもらえば、ベテランでのも人このもうゲー一人ムぐらいいさ、ればね、装備いけとるとか思うんをだけ抑ど。えめにしてるわけ。こういうミッションで物足りない人とされつかはありなんでしょうね。そうそ僕より住んでる方は薩長幕とか空気になっちゃう。マンシーニャーさん、こんばんは。う。それはマンそうシーだニと思ャーうんださけどん、こんね。ばんは。和装すれば極夜民のマンシーニャーさん。タンブラーさん、一回ルーム出ますあ、ね。どうぞ、はいはい。そりゃそうなんだけどね。あまりにもやっぱこうハードル高いよね。極夜民になれるのね。だって、必然極夜民って全員縛りプレイなわけでしょ？その バフアイテム。回んないもんね。まあ、なんかよほどなんかこう、それと同時並行でね、素材集めてこう、ずっとやり続けるみたいなプレイすれば。皆さんこんばんは。別かもしれませんけどね。多分そんな人いないよね。必然なんか全員回復薬ぐらいだけでこう、ライズ・オブ・ザ・ローニンの極夜をできるっていう界隈の人しか極夜住めないわけですよ。まあ多分住むっていう表現が一番適してると思うけど。基本回しがね。それ少なそうだよね、プレイヤー層ね。さすがに。すごいよね。タンブラーさん、白い猫さん、お手伝いありがとうございました。助かりました。極夜やるとしたら、素材が圧倒的に足りないくらい薬を使うので。そうだよあら。ね。そうだよね。いや、基本だからあれですよ。家政婦さん、まあ、ちょっとこう、家政婦さんの場合捨てちょい足りんかもしれないですけど、家政婦さん、お疲れ様でした。基本あんな感じだ、捨て全部こう、振ったとしても、あんな感じのノリなんですよ。なんで、赤いブリの攻撃とか食らうと、ほぼ家政ワン婦キルなんさですん、よ。お疲れ様ですの。大体一発なんで、まあ、多分あれじゃないかな。家政婦さん、お疲れ様でした。その極夜とか普段回ししてる人はほぼ一発もダメージ受けないぐらいのノリでやるんですよ。わかりますかね？
一発食らったら、そのバフアイテムも使えないから、ほぼ死んじゃうんで。少なくともこの、ブギーとかの赤いオーラついたやつとか、あの辺のダメージでかいやつがほぼ絶対なんか避けるとか、石化するみたいな。あ、切れちゃった。住まいじゃな。そういうことぐらいができるっていう前提なんですよ。ないない、あんまりない。ほぼ確率か確認なんで。ブギーリオアンセット全部食らうとどれだけ装備強くしても移ります。そうそワンパンなのはレベル関係ないんですね。う。うん、ないです。一つ前にカイさんコメントしてくれてますよ。そうそうそう。全然関係ないです。どうせ落ちるんで。なんで、ほぼなんかノーダメとかなんかそういう、ノリですよ。受けたダメージは基本的に無念だけでなんとかしますね。無念だけでなんとかです。あ、だから回復薬も全部縛ってるってことね、ムネムさんは。無念だけどういうことですか？石化の回復3%ってこと？だからそういう領域なんかこう、ちょっと、まあ、なんていうか、まあすごいけどね。すごいって意味合いですけど、すごいって意味合いだけど、そう、特殊ななんていうかな、プレイヤーしかもう住めないんですよ。石化回復だけでやるってゴクヤルミンはすごいな。多分、だから日本全国でももう、本当に数えるぐらいしかいないと思いますよ。やばい人もおるもんだ。浪人のプレイヤー層の少なさだと。特にそうだと思いますけど。それくらいの人しかできないんですよ。だからちょっと僕、コンテンツとしてやっぱりこう、やる人少なすぎなのでね。そこはなんかこう、まあ別に僕はなんか、自分がなんかメインであんまりやんないけど、なんかちょっと寂しいコンテンツだなと思っちゃったりするよね。さ特す殊がなに訓ね。練受けてます。毎回毎回ずっと同じ人しか来ないでしょ。ほぼね。そんな感じになっちゃいますよ、極夜は。これがもしね、バフアイテムとかが補充できるシステムとかあったら、もうちょっとこう、幅広に人集まるかもしれないですね。けども、そうじゃないから、極夜回すってことは、イコールやっぱもう、もうそういう領域ですよ。本当だから、その気になればみんな多分、個人個人が、なんだろうな。一人でこう、ソロ攻略とか全部できるみたいな、そういうレベル北への。細胞や片割れはたまに事故るから丸薬飲むけど他割れん。多めだからって感じですね。なんでしょう、だから、ネムネムさんとか別にこう、割と簡単に、単独クリアとかもできるでしょう、きっと。そういうなんかこう、まあ僕はなんかこれ、ゲームで言うと縛りプレイの領域だと思うんですけど、どっちかっていうと。バフも使わないし、回復アイテムもそんな使わなくていいし、一人でやっちゃうみたいな、そういうこう縛りプレイとかができるぐらいの領域の人しかなんかいつけないんですバフアイテムよ。の補充もそうだけど、ミオさんみたいなバリエーションないとライト勢がゴクヤルに気軽に行くのは無理よね。そう逆ね。にそういう領域行かないとゴクヤルには困れないですね。そう、あら、そう、顧問な無理で細す胞ね。派本当苦手ですね。ゴクヤルだけは緊張感ある。野良でも失敗したくない。結局は、ジョーカーさんとかもそうだと思うんだけど、だいたいうちのチャンネルに来てるこうコメント層みんなそうですけど、一回クリアマークついて帰っちゃうんですよ。わかりますかね？まあだから、素材、あんまりこう、報酬がいら、あの、必要ないっていうのもあるわけど、仮に報酬別にいらなかったとしても、まあ別にコンテンツとしては別に面白い可能性もあると思うんだけど、いつけないんですよね。ほとんどこう、弾かれちゃうっていうか。普段回しはできないからね、やっぱね。あれ。たまに事故で強制参加は最後まで付き合いますけどね。強制参加？いや、思った以上にすごいですよ、M の。ライズ・オブ・ザ・ドニーの極夜は。仁王とかの、怨恨よりももっとやる人少ないでしょうね。